みんな新しい番組どうしてる？保育園選び始まるよ。よし、じゃあみんな今日はどうしてる保育園選び第3話始まります。前回まで、はい、第1話ママニコ手ぶらパック、おむつとお布団がなくなったら、はい、ママ超楽と、はい、ね、そしてもうもっともっと子供たちが持ち帰る汚れ物、これもお家帰ったら何にもしなくてもいいところまでしてくれたり、はい、そんで第2話の話で、はい、ママさんリフレッシュ、 リフレッシュ、パパさんとデートしましたみたいな、はい、ね、話まで、嘘、ママとかパパまで喜ばしちゃうのがキラリなのねみたいなところをやりました。みんなまだ見てなかったらそれ見てよ、ね、2話と1話どうしてるの中でこんなサービスが違うところがあるんですと、はい、ね、そしたら今自分が言っているところがそうじゃなかったらこっちの方が良くねっていう話です。うん、であとはまだこれから一人目の赤ちゃん、はい、ね、分からないですっていう人は本当に他がどうなってるのかは見学してキラリも見学して、うん、で2個比べたり3つ比べたりすると、はい、もう分かりやすいから、うん、それはね、いろんなことを、知ってから選んだ方がいいと思います。そうですね、はい、ね、で、まあ、あの自信を持ってこれだけ違うことをやってますよっていうゆきんこはなんでねこんなこと思いついたのっていうふうに考えてたんだけど、はい、うん、結局さ7年前かな8年前かな、はい、うん、7年前、ね、はい、キラリ保育園を作った時、その時に、はい、こんな理想を追い求めましたっていうところから違うんだべと、はい、うん、これはあんまりさ今までこんな人前で言うことじゃないかもしれないけどね、あの何十年もある保育園と8年前に作り始めようって言った、うん、キラリ保育園をさ後からスタートするわけだけど、はい、そしたら今までに不満なところとか不便なところあるよっていうのを画期的に変えられる可能性もあるもんね。そうですね、ね、はい、きっかけは、はい、だいたいさゆきんこって一番最初に保育士さんなの、うん、はい、あの幼い頃からずっと幼稚園教諭、まあ、先生になりたいっていうのがまあ夢、うんうん、で1年間、うん、夢が叶って幼稚園の先生を1年間やったのなんです。そっか、はい、じゃあもうそれは夢が叶って、はい、高校を短大であれは教諭免許だもんね。そうですね、幼稚園の方は、ね、はい、はい、先生って呼ばれる免許を取って、はい、就職したんだ。はい、就職して、うん、まあなってどうするっていう目標がなかったことに後で気づいて、うんうん、夢は叶ったんだけど、はい、夢は叶ったんですけど、うん、まんまと1年で挫折をしまして、なんとこのストロング強いゆきんこが1年でダウンした、そのわけは。そうですね、最終的にはやっぱりその、うん、まあ、慣れない環境の社会人1年目っていうのももちろんありますけど、うんうん、あのまあ、社会人になりたてってこういうものなのかなっていうふうに思っていたので、うんうん、まあ、あの本当にでも精神的なものからやっぱり体力も落ちて、うん、免疫力も下がってね、やっぱり免疫が下がると感染症とかにもかかりやすくて、ダウンしちゃったんだ、はい、そこから、まあ、入院とかもしたりとかあって、うんうん、はい、まあ、復帰もしたんですけど、最終的にはやっぱりそこで一旦、はい、うん、残念症で。そうだったのか、社会人のスタート苦労したんだな。そうですね。まさかこんなはずじゃ。二十歳の時か。そうですね、うん、二十歳、うん、はい、そして体調を整え直す時に、はい、何考えてたの？そう、体調を整え直す時に、うん、あのそれこそ自分がそれからお客さんとして、うんうん、あのエステティックに出会って、うん、肌もボロボロで体も肩こりとかもすっごいひどかったので、うん、そこでまあ半年ぐらいですっごい改善したんですよね。そういうところに、はい、まあ、癒されるサービスを利用しに行って直してたんだ。はい、で自分自身がすごく変わっていくことによって、うん、まあ、最初は肌質とか
改善、体の改善とかを、体調不良とかを改善しに体質改善行ってたんですけど、いつの間にかそこのサロンは心のケア、はい、生き方とかを前向きに、うん、で女性がいずれ妊娠するかもしれない母体作り、羊水の質とか母体作りをするサロンっていうところがあって、まあ、徐々にやっぱり考え方がすごく変わってできたっていうのが、挫折したおかげで、まあ、そういったきっかけに出会ったんですけども、これはね、ピンピンしてて元気だったら、はい、そんな話に耳傾けなかったかもしれない。そうですね、言ってなかったかもしれない、ね、まず大体な、そこに行かない暮らしをしてたかもしれないし、当時は、はい、だから弱った時に誰かが助けてくれたり、はい、この言葉に救われたとかさ、これは ね、 神様、そうやってね、巡り合わせてくれるんだけど、はい、そこでゆきんこは体のこと、はい、メンタルのこと、はい、エステの皆さんにさせてもらったんだ。はい、おっしゃる通りです。おー、いい話だ。うんうん。そしてなんと、はい、エステで働くことになっちゃったでしょ。そうなんです。はい、その後自分が変わった経験を機に、うんうん、はい、転職をして、うん、よかったじゃん、それも。うん。やっぱりさ、人間の心が動かされた時って、はい、それぐらい行動しちゃうのよ。うん。うん。あのね、俺なんかもね、仕事今までいろんな仕事をやってんだけど、はい、え？ってみんなに言われるけど、ダメなの？もうそれをせずにはいられないみたいな。うん。そこになんかね、引きつけられるんだよね。うん。わかるな。はい。そして、そこのエステティックで、はい、お客さんといろんな、はい、まあ、今度逆の立場になるんだもんね、はい、前は自分がエステのお客さんだから、はい、励ましてもらってた感じかな、うんうん、はい、頑張れ頑張れって言ってもらってたんだけど、はい、うん、逆になったらばどんなことがあるの？そうですね、やっぱり保育業界とか看護業界とかっていうのは闇が改めて深いんだなっていうのを、うん、お客さんがそういう業種業界の女性多い、はい、そうですね、全国的に本当に、うん、神経を使うお仕事なので、まあ、いろんな職種の方もちろんいると思うんですけど、うんうん、多いですよ ね、 看護師さんとか保育士さんとか、はいはい、そうやって自分にね、ご褒美だよって言ってね、うん、うん、言ってるような想像はしてたけど、はい、やっぱり多めなんだよね、うん、体調とかやっぱ肌にも、うん、心の状態とかがやっぱり分かりやすく生活習慣とかが出てるので、はいはい、たくさんの方に触らせてもらうことによって本当にメンタルの状況って生活習慣も大切なんだなっていうのが、うん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 、そこで出会ったお客さんたちは、はい、やっぱりその肌の状態とか、はい、体調が優れない原因がさ、うんうん、その職場問題とかにあるわけ。そうですね、本当人間関係とかで悩まれてる方っていうのはものすごく多いんじゃないですかね、うんうんうん、ああ、なるほどね、うん、じゃあそういうことを何人も接客してるうちに、はい、あらなら大変なんだなって、うん、まあ、自分自身もそうやってスタッフの先輩のスタッフさんに、うん、仕事帰りで癒してもらって、まあ、心も許してるからですけど、うん、やっぱり不平不満とか、ね、言ってたので、お客さんの時にあれか、うん、なんか例えばこんな風な職場なんだとか、はい、こうだったらいいのにさっていうことを、うんうん、はい、みんな愚痴って帰るんだ、はい、そうですね。まあ私もやってて、うんうん、逆の立場だね。そうですよね、うん、で逆になった時に、うん、やっぱりその逆にそういうことを話したりすることによってすっきりするって世では結構言うじゃないですか、うんうんうん、話すとすっきりすると、うん、一部多分そういうことはあると思うんですけど、うん、言うことによって、うん、自分により潜在意識に刻まれてしまうので、うんうん、マイナスの方に持っていかれるっていうのはあるかもしれないですね、うんうん、あんまりね、うん、そっちに行っちゃっちゃダメだよみたいな人いるよね。あ、そうすると、まあ、自分の心持ちが、ね、はい、大切だよね、うんうん、そこはね、あんまりブレちゃったりしないように、はい、うん、公平にさ見れて、はい、でも納得いかないんだっていうところは本当の問題だと思うけど、うんうんうん、じゃあそうやって、はい、いろんな人から保育業界ここは問題だよな、はい、うん、こんな人間関係なんとかできたらなとかって、はい、違う立場なのに考えたりしてたんだ、はい、それはそうですね、なんか常日頃やっぱり幼い頃からずっと子供は本当に好きでなりたいって思ってなって、うんうんうん、
で、なんでしょうね、本当に保育士さんたちは病んでるというか、の人が多いんだなって改めて認識をしたのが逆に大きかったですね。うん、なんかね、保育士さん同士だとお互いにちょっとポーズ取るかもしれないけど、エステティックに行ったらさ、かなり素の部分を見せられたのかもな、その保育士さん看護師さんたち、はい、要するにケアをする立場にある人が逆に自分病んじゃってるみたいな、あるあるなんじゃない？はい、うん、あのね、これ美容師さんヘアを触るとか、あとお顔のフェイシャルをやるとかさ、すんごい長い時間2人っきりで、サービス受けるっていうもの、他にないからさ、あの空間あの時間、1時間2人だけとかだったらそうですよね、それはもう心許して何でも言ったんだと思うな、そこまでいろいろ聞いていくと、はい、じゃあいろんな保育園に同じように、問題があるんだなって、はい、裏付けみたいな感じするもんね。そうですね。ね、はい、なんかこのままにしていていいのかなっていうのは、もう日々増していきましたね。もうそのだんだん年数重ねて、エステティック の、はい、そのスタッフとしても、はい、ちゃんと成長してたんでしょ。そうですね、バリバリのエステティシャンだったんですよ。そうですね、はい、もうやっぱ学ぶことも楽しくなってましたし、お客さんが綺麗になっていく、それはもう外見も内面もですよね、っていうのに二人三脚で寄り添って結果がやっぱり出る、結果が出るっていうのはやっぱりすごく自信にもなりますし、一人の女性としてやっぱ自立してる実感とかもありましたし、そうだよね、でね、俺ね、エステティック行ってる女性の人たちすんごく自分のこと考えてきちんとね向き合ってて、素敵な女性たちだと思うんだけど、だったらね愚痴ってる場合じゃないよと、もっと素敵になるには、その自立した女性みたいなさ、これを私が変えてやるぜみたいな風な女性だったらば、最高かっこいい、ね、だけどそれはなみんなできないと思うな、業務上リーダーだったり主任さんだったり、役割リーダーシップを出しても、親分に食ってかかるみたいなことやるとさなかなか業界変えられないのが、みんなだから愚痴言ってそこまですっきりして帰るみたいな感じだったんだろうけど、ゆきんこそんなこと聞いてたら、私だったらじゃあゼロから作ればいいんじゃないのみたいに、なっちゃう。そうですね、なんかいろんな巡り合わせやきっかけを本当に周りの方にいただいて、もし今まで培ってきた自分のものが、たくさんの方に力になれたらなっていうので、ちょうどその年代に待機児童問題っていうのが、そうですね、国会でわーってやった時ですよね、それで、すぐにやりますみたいなさ、国も動き出して、今までの認可保育園の他に、小規模って言われる小規模認可っていうのかな、これがキラリそうですですね、待機児童解消プロジェクト、もう国がさやりますから次の選挙入れてくださいみたいな感じのところなんだけど子供のためを思って、ね、本当にやっている人もいれば、まあな、国会のことだからね、子どもたちを優しくサポートするホニャララ党ですみたいな、そういうなんか俺ニュース見てた、で、じゃあどうやって待機児童を解消するのって言ったら、今までの仕組みでは溢れちゃってるわけだから、新しくしましょうって言って、小規模認可保育園、0、1、2歳、施設の大きさも今までよりもやっぱり小さく、ね、それ設備があんまり大きいとさ、やっぱり作りづらいし、ね、土地も広くないと都会で作れないですし、伴って園庭が欲しいとか、なんだ消防の立ち入りとか、いろんな検査とかが今まで障害になったんだけど、小さくてコンパクトなものだったらば大丈夫なんじゃないっていう仕組みが、そうですね、いろいろ軽減されてたりとか、で特徴は年齢が0、1、2、0、1、2歳の、低年齢、低年齢のキッズたちで、あとは定員の、なんていうの、これは定員最大、最大定員っていうのは何人くらいのものなの、まあ、6人から、19人ですね、そっかそっか、じゃあやっぱり世の中にいっぱいあるもう大きい幼稚園とかだと100人とか150人とかわーって走り回ってるの、よりかはコンパクトだっていうのがもう分かりやすいですよね、
うん、で、ちっちゃいから、はい、赤ちゃんとか、うんうん、1歳とか、はい、ね、本当に目が離せない子供たちには、うん、はい、大きいところよりちっちゃい方が有利だよね。そうですね、施設が小さいことによって目も手も行き届くっていうところがあるので、うんうん、目が離せない年代だからこそ、うん、あのメリットっていうのはすごく大きいなっていうのは小規模で感じますね、うんうんうん、そういうことで、はい、これはね、もう法律がそういう制度だから、うん、ね、2歳までという限定された形で預かります、はい、うん、ほんで、じゃあこの小規模をゆきんこがゼロから作っちゃうかって決心しちゃうんだよね、はい、そうですね、最終的に、うん、はい、うんうん、いろいろあって、うん、はい、もうもどかしいなって思ってるよりかは、うん、もうそういう場合はもう自分でやった方がいいっていうふうに、あの身近な方に助言いただいて、うん、それもそうだなと、うん、あのね、これはね、性格だと思うけど、やって後悔するんだったら納得いくけど、うん、やらないまま諦められないみたいなさ、うん、男だねそうですね、年々男っぽいって言われますねあ、これね、男女差別してるわけじゃないですけども、うん、あのね、やっぱり行動してね、そこからまた、はい、得られるものをさ、フィードバックして突き進んできた8年間だよね、はい、よし、じゃあね、その気持ちが決心ついて、今までエステティックで出会った人たちの悩みを全部解決するようなものがキラリなんだ、うん、ここまでは頭の中に作ったイメージなんだけど、はい、一緒にやる保育士さんたちを集めなきゃいけないじゃん、はい、うんうん、その時のさ、お話をしてくれたら、はいはい、きっとね、パパママたちも、うん、あ、こういうキラリだったら、うん、うちのベビちゃん、はい、うちのキッズちゃんを預けたいわっていう説得になると思うんですよ、はい、うん、どんな保育士さんを集めようとしたんですか、はいはい、やっぱりあのお子さんって本当に大切な存在、宝物のような存在なので、うん、あの保育士さんの中でよく話にあったのが、うん、自分の子供を生まれたら、まあ子供さん好きなので基本やっぱり、うんうんうん、出産したら自分で見たいという人も多いんですけど、うん、自分の子供が生まれたら、うん、今働いている職場に預けたくないっていうキーワードをよく聞いてたんですよ自分がやってることを自分の子供には受けさせないように他の保育園行かせてたの、その人たちとか、まだ生まれてない人たちとかが多かったので、うん、未来を想像して、ね、はい、未来を想像した時に、うんうん、もし生まれたら、うん、自分が働いてるとこにはのようなとこには預けたくないっていうことをすごく耳にし て、うん、不思議ですよ ね、その感覚って多分、うんうんうん、でも私もなんだろう、不思議に思ってないくらい、うん、やっぱり業界、うんにどっぷりハマってた時期があったので分からなかったんですけど、うん、でもまあ、エステで考えたら、うん、自分がいいと思ったものをお客さんにおすすめしたりとかするっていう感覚なわけなので、うん、自分の使ってる化粧品とか商品が、うん、は大切な人には使わせたくないんだよねって言ってるようなも、ね、ことですよね、うんうん、それってやっぱりおかしいことだなってだんだん思って、うんうん、で設立するってなった時に大切なお子さん、うんうん、自分がお母さんで自分の大切な人を子供を預けたいと思える保育園を作りませんかっていうふうに働きかけていきました。それは業界の人ならば、はい、あるあるの話だから、うん、そうですよね、そこですよねってうんうんってなっちゃうんだろうけど、うん、このね、おじさんの、はい、ね、なんて言うんだこれ、踏み入れたことのない保育士業界の、はい、闇みたいなものとかは、なかなか具体的にまだ思いつかなくて、はい、その、こういうところを変えたらいいよねっていう、はい、その、うん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 ってみんながうなずき合っちゃうようなところって、はい、うん、具体的にどんなところなんだよ。はい、具体的に言うと、やっぱり、うん、お客さん、預けてもらってるお子さんだったり保護者さん、うん、そこで育児に困っている親御さんにやっぱり寄り添っていくっていうことが、うん、エステティックでも同じように考えられると思うんですけど、うんうんうん、そこのお客さんのことを顧客目線で考えるっていう当たり前が、うん、保育業界には圧倒的に欠けているっていう、ここが、なるほど、分かってきた。保育所の先生がママに、はい、命令するみたいな
なんかこう逆転してんじゃねみたいな雰囲気なのかな、ね、はい、あのもちろん悪気もないですし、うん、一生懸命だとは思うんですけど、うん、子供のためにママこうだよねっていうふうに、うん、相手の状況を考えてその人の背景を汲み取った上で、うん、寄り添って話をしている内容なのか、うん、子供がこうなのにこういうことをしてあげられないのはお母さんそれって良くないわよねっていうようなことを怖い怖いなってくると、うんうんうん、あの遠慮しますよね、ママたちも、うん、相談どころか、うん、何も言わないようにしようっていうふうになってもくるかなって想像できてきた、うんうん、なんかねこのルーティーンで長年保育所にいた人は当たり前にそれ言っちゃってるのかもしれないんだけど、うん、まあ代々やっぱりそういう言い回しが、ね、そういうものなんだみたいな、はい、ね、そこに初めて赤ちゃんできたママなんか言ったらあなんかちょっと怖いわって思って、うんうんうん、でも仕方ないのかなっていうのが今までずっと続いてきてたのかなっていう想像ができてきた、うんうん、はい、中には本当に人によって、うんうん、あの先生に当たってラッキーとか、うんうん、当たりとかっていうママたちもいてそうなの、みんながやっぱり平均的にそうであってほしいですよね。そうそうそう、これはね、はい、あの QC っていうかさ、やっぱりカスタマーサービスっていうのはみんなスタッフの品質、はい、うん、クオリティ、うん、ここを研修してさ、ね、みんなでロープレしてさ、はい、ね、民間の感覚ってこうじゃん。そうですよね、ね、それこそあのいい人が指名されてとか、うんうん、嫌だったらリピートはなくてっていうのが当たり前じゃないですか、うん、飲食店だったりとか、うん、全てにおいてサービス業はね、サービス業は、うん、でも保育もねサービス業福祉でもありながら、うんうんうん、って考えるとちょっと特殊なんですよね。そう簡単に解約されることもなければ、うん、まあ、待機児童がいる時期なんかは特に何言っても別に、うん、そうだよね、預けには来ますよね。そう、子供の方がどん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 来てくれれば苦労しないで、うん、その業界が何年も経ってたんだと思う、はい、うん、私保育士さん側もやっぱり保育士不足って言われてる中で、うん、嫌だと思ったらまた次に行って、うん、別のところに、また嫌だったらまた次に行ってっていうのが、うんうんうん、やはりどっちもバランスがすごく悪いんじゃないかなっていう、うん、なんか悪い方向にどん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 ぐる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 、うん、自分自身を高めていくっていうところにやっぱりサービス業と同じようになっていくといいのかなって、うん、選ばれる上で自分がどういう貢献というか努力をしていけるんだろうっていう側、うんうん、これがね、一個もそういうものがなかったとしたら絶対に変わらない、うん、業界が、はい、うん、だって当たり前だもんと思ってるからですね、うん、でさ、例えばその中でいや私はそれは違和感があるってね、ちっちゃい正義感からさどん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 こう膨らんでいった時に、はい、ダメなんですそんなことではって、言えるようになる前に心が病んでしまう話あ、うん、それはよくあって、でしょ言いづらいのよ、もうその内輪の中では、うんうん、逆にそれだったら保育士免許を持ってるけども、うん、また全然違う職種をやっている方とか、あ、多いんだな、はい、お子さん自分で大きくなるまである程度育てたいっていうので、うんうん、育児に専念されてる方っていうのは保育士免許持ってる方に結構いる、多いです、いる、うん、はい、そうか、じゃあ、うんうん、知れば知るほど、はい、うん、そういう理想と現実にギャップありすぎなんだと、うん、そうですね、うん、これはもう働いてる人ならみんながうんうんって言うくらい蔓延していた、多分日本全国だよ、隅から隅まで、うん、で、まあ自分が自分の子供を預けられるような保育園って、はい、要するにそこ全部変えなきゃダメだ、うん、根底から変えなきゃダメだ、はい、うん、選ばれるとはっていうところ、うん、あなたがしてもらって嬉しいことってこうだよねっていうのを自分でできるかどうかだね、うんうん、だから、圧倒的に周りがそうじゃないっていうところで、はい、自分一人だけってできないのよ、うんうんうん、これ人間は圧を感じたり、はい、ね、多数派が絶対に強い、はい、ね、グループの力を持っちゃうから、はい、そうするとそういうところから私ちょっと納得いかないわっていう人たち、ね、雪子のとこに来てさ、みんなで新しいこと始めればいいんだよ、はい、うん、そういう人たちがスタッフスタート時に集まってくれたの。そうですね、
同じ志というか、うんうん、お星様心から輝く人を作る環境づくりっていうのは今も変わらずずっとやってて、やっぱりそういった方たちが、はい、集まってスタートをしたっていう経緯が、はいはい、あります。ということで、はい、サービスの具体的なものがいいんですよっていう他に、作り始めた設立の時のね、これは理念っていうの、はい、理念ね、はい、こういうものを目指します、お星様を作るからキラリンで、はい、うん、そうなんです子供たちがお星様っていう風に言葉になってるんだ、はい、まあ、道しるべみたいなものですね、うん、お星様、こっちの方向だよっていう分かりやすく道しるべ、うんうんうん、はい、そこに子供たちも向かって成長していくし、保育士さんたちだってキラキラ輝いて、はい、ニコニコする人生の方がいいもんね、はい、まあ、子供って基本的に無理ダメできないということがあんまり発想の中にないじゃないですか、うん、何でもやっちゃうよ、チャレンジしますよね、うん、で大人になっていくにつれて失敗して恥ずかしかったとか、うん、誰かに何か言われて、うん、悔しかったとか、うん、そういった経験から、まあ、チャレンジすることがだんだんいつの間にかなくなってきてる、逆に子供がキラキラ成長していくっていうよりは、うん、そこに一緒に過ごしている大人自体が実は環境ないんじゃないかっていう表情や態度、うん、行動、うんうん、発言、すべて子供たち、赤ちゃんでもやっぱ聞いている。そうなの、そうなの、うん、じゃあ、はい、保育士さんたちもいやいややってる仕事だったら、うんうん、それはね、トーン下がっては保育してたはずなのよ、うん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 、でそれはママにも見せられないし、はい、自分の子供なんか預けられないし、うんうん、ね、これじゃあ声のトーンちょっと上げてみよう、はい、ちょっと口角上げてみようみたいなところから、はい、毎日毎日身についてくると子供にだって伝わるし、はい、ね、いや本当にそれって分かりやすくて、うんうん、先生方、大人が安心した環境を作って、うんうんうん、チーム同士信頼し合って保育していると、うんうんうん、子どもたちがすっごく落ち着いて安心感がたっぷりなんですよ、うんうん、から来客とかあってもキラリはものすごく子どもたちが開放的なんですよね、うんうん、そういったところ、こんなおじさんが行ってもねちゃんと遊んでくれるからね、うん、安定してると思った、うん、ちっちゃい0、1、2歳って、はい、もっとね、もうコントロール不能なんだと思ってたの。でもね、キラリも星空も行ってみたんですけど、はい、すごくおとなしいの。もちろんね、子供らしい元気さはあるんですけど、うんうんうん、人に対しての警戒心っていうのが、うん、本当に先生たちが信頼し合ってる、すごくリラックスしてる、はい、うん、証拠かなっていう。証拠かな、うんうんうん。これはね、ちょっとね、例えになるかどうかわかんないけど、ママにね、ちょっと言ってみたい。自分通ってるヘアサロンの美容師が喧嘩してたら嫌でしょみたいな。うわ。遠慮します。今日はもうブリーチとカラーも頼んだから2時間コースだって。で、なんか後ろでスタイリストがなんかコソコソ話して、なんか役立つれとなんか言ってんだけど、めっちゃ怖いみたいなところに通うの嫌でしょみたいなさ。だから、その職場の雰囲気って、お客さんにもろに伝わる、うん、うん。で、何で選んでますかって言ったら、はい、テクニックとかさ、液材がいいヘアサロンはもちろんいいけど、何よりもスタッフの同士仲いい雰囲気のサロンが一番居心地いいんじゃないのって思う後藤であります、うん、うん。だから業種関係なく、はい、うん、やっぱりスタッフ同士がそこを通じ合ってるとさ、はい、ね、うん、ちょっとさ影の方でさ、ね、ね、こうやってやってるともう全体に雰囲気悪くなっちゃうからねそうですね、表に出さなくても裏で言ってることって空気感とかに出ますね、あるのこう拍手バックルみたいな雰囲気とか、職場ってね、何よりもみんなが気持ちよく働くと最高の仕事をみんなでできるようになるっていうのが、これもう今の一番の重要な考え方だと思う、うん、うん、なんかね、黙って静かに働きなさいみたいなこと言われてたのはね、うん、もう絶対昔の価値観、はい、うん、みんなで元気、今日も頑張ろうねって言って、はい、頑張れる雰囲気のところじゃないといい仕事なんかできないと思う、うん、それこそその仲良く雰囲気よく働くっていうのはもちろんベースで大切なんですけど、うん、やっぱりその相手、ママが隣にいたら嫌だなって思うことを、うん、
発言や行動とか、まあ、体調悪くて表情に出ちゃったりっていう時も、うんうん、やっぱり言いづらいじゃなく、これまでの従来の環境だったら、うん、言いづらいから自分は言わなくていいっていう選択をしてたわけですよね。でもそこはやっぱりキラリの場合は思い切って相手に信頼してるからこそ、あの、今はこう、嫌だなって感じたよっていうふうにきちんと伝えてあげる。これが顧客目線。はい。一緒にいる、はい、見聞きしているスタッフが、はい、そこフィードバックしてあげるってことか。そうです、はい、今の話の仕方ねみたいな、はい、うん、あ、今ママがもし隣にいたら、うん、あの同じこと言うとか、うんうんうん、あの誰でもやっぱりその何でしょう、全て完璧っていうことではなくて、うんうん、調整が必要だったり、感覚も人それぞれ、自分がいいと思っていても相手はそうじゃない場合ってあるじゃないですか、はい、ママにとっていいと思ってみんな本当に一生懸命やってるけど、うん、本当にそれって一人のママ、子供のママに対してはいいけど、他の集団で預かってるお子さんのママ全員のことも考えた上で、うん、その選択をするのかってなってくると、うんうんうん、またちょっと変わってくることもあって、うん、うん、いろんな想定があるな。そうなんですね、うん、まあ、そうするとさ、これは尽きないテーマだ、うんうん、これはそこに関わる、うん、ママ、パパ、それから赤ちゃん、子供たち、そして保育士さんたちがどん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 いろんな組み合わせ出てくるから、うん、これがもう完成ですっていうものじゃないな、うん、どん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 、はい、磨いていく感じだね、うんうんうん、この感覚持てる保育士さんって確かに会ったことなかったかもしれない、うん、なんか仲間同士でやっぱり仲良くするために仕事をしてるわけではないので、うんうんうん、そこはこれまでなさすぎたので、さっきね、大げさに言い過ぎた、はい、うん、あの結局目指す理念が一致して、はい、仕事を気持ちよくやってると結果的に仲も良くなるみたいな、はい、まあ、イメージだったんだけどね、はい、ただ保育の業界だと開園した時もやっぱりそういうイメージで、うん、あのコミュニケーション大切にっていうふうにしてたんですけど、やっぱりどちらかというとそういう仲良くしてきているって土壌自体があまりない、なさすぎて、うんうん、なんて言うんでしょう、仲良くすることが、うん、あの保育士さんの中ではものすごくゴールになっているっていう状況はありましたね。はあ、うん、なんかじゃあいいよく言われて、はい、言われてたんだろうな。うん、ちょっとそれ形だけ仲良くすればサービスレベル上がるかっていうと別問題だからね。じゃあ、というと顧客目線っていうのが、うん、あの身につくのにものすごい時間が、うんうんうん、根本的なところが、うんうん、今顧客って呼んでいるのはママのことですよ、パパのことですよ。そしてママパパが選んだ保育所を子供が安心して行ける場所を選んでもらうために、うん、誰目線で保育園作りますかっていうお話、はい、うんうん、あの赤ちゃんは自分で選べないからね、はい、自分でハイハイしてこれないのでそしてね、あのそういうのやめてとか赤ちゃん言えないので先生たちに、うんうんうん、だから自分たちでやっぱり整えていく必要がある、仲間同士、うん、目的があるので、はいはい、ということを、まあ、あの今保育園選びをしなきゃいけない時期ですから、うんと緊急でね、この秋の動画っていうのを見てほしいんですけども、やっぱりね、何のためにこのキラリを作ったんですかっていうところを今日聞いてもらいました、はい、ね、そしたらば、あ、なるほど、こういう改革をするのはこの元があるからなんだっていうのがね、分かってもらえたかな。後藤のね、この日本語でなんとか何とか伝えたいところなんだけど、はい、ありがとうございます。うん、あのちょっとね、仲良し小良しの話、俺大げさに言っちゃったんだけど、うん、いい仕事をみんなでする、うん、そんなチームが一番のコミュニケーションが良くなるということを言いたかった、はい、うん、だからあれですよ、本当に仕事のためだったらちゃんと言い合いもするべきだと思う。そんで、うん、分かったって納得したらば、またもっとレベルの高いところでさ、コンビネーション組めるようになるから、はい、言いたいこと言わない職場ってそのまんまね、忖度だらけになってきちゃうんですよ。うんうん、最終的に苦しくてみんな辞めていくっていう、うんうん、あ、日本人あるあるだからね。うん、その空気読めとかね、忖度するのが大人ですとかね、うん、そんなことやってうまくいってないのみんなテレビで見てるでしょ。やっぱりね、これ最近の、うんと、日本が変わるべきところだと思うんだけど、うん、やっぱりね、何を目指して何のためにやるかっていうのを、はい、みんなでね、ガンガンか、こう、なんていうんだろう、ディスカッションして、うんうん、その集団がバチッて組み合わさった時、
ものすごいことを始められると思うから、はい、うんうん、そこにね、あの理念が通じ合ってないと、うん、集まりはね、ただの、うん、ゴミの山みたいな集まりになっちゃいます、うんうんうん、ただいるだけみたいになっちゃうから集団になっちゃいますね、うん、はい、右合の衆とかさ、なんかうまい言い方できないかな、ただ集まったみたいな、うんうんうん、感じになっちゃうので、ここがこの子供たちが幸せな子供たちの未来のベーススタートだし、パパママがもっとね、子供を多く産もうかななんていうふうに思ってくれたら日本の人口だって増えるんだし、うん、で保育士さんも、ああ今日も最高にいい仕事できたねって、はい、って言って帰ったらビールうまいじゃないですか。うん、そんな毎日だったらさ、次の日だって朝パッて目が覚めて、はい、よし今日も行くぞっていうペースに、うん、向かっていってるのがキラリさんですよと、うん、だから保育園選び、この話もぜひ聞いてほしかったです、はい、うん、3話も喋ったぞ、ベラベラ喋ったぞ、はい、これね、もっとコンパクトにするべきなんですけど、はい、うん、ごめんなさい、シリーズ続けていくうちにね、なんとか上手くなるかもしれませんので、はい、今回はキラリ保育園ができましたというストーリーのね、8年前7年前のお話をしました。でこのお話がなんと漫画になってます。はい、はい、漫画のね URL 概要欄に貼っときますので、こちらもねチェックしてみてください。漫画にゆきんこが出てきます。はい、はい、で4話、はい、次の予告やっちゃおうか、はい、はい、数字で言ってみようか。この7年間運営したキラリ保育園が輝かしい記録を残してきている、うん、これはまあ、やる前はそこを目指して目標にして取り組むんだけど、こんなにうまくいっているっていう数字をね発表できる素晴らしい実績がありますので、入園してくる子どもたちの数をきちんとデータにしてますので、それを第4話お伝えします。数字で納得する保育園選びやります。じゃあ次の回も見てください。よろしく。営業マンっぽく数字でプレゼンします。あー、これもっとコンパクトに。